よう、六度。偶然だな。こんなところで会うなんて。おい、六度。待てよ、六度！待てよ、六度！聞け、六度。これは多分お前と。私は女よ。女の子？そうなんだ。本当は内緒なんだけどね。ということは、どう見ても風野さんは女の子だし、ライノさんだってどう見ても男の子じゃん。よ、悪くしてるの。私メイクが得意なんだ。工藤君は本当だって。私は女で風野は男から。気をつけてね。誰にも言わないでね。わかりました。すごく不思議、私がこんな簡単に秘密を話しちゃうなんて。気持ち、初めてだから。初めて話すよ。なかなか話す機会なく、ちょっとびっくりしたな。もっと怖い人だし。ヤシアさんはなんで鬼島に入ったの？私おかしい？いや全然。私見ただけでわかんな。感じるのよね、強い男の人は。心臓にた、まさかこんな男がいるとは。今まで私の心臓にこれを刺激を与えた者はいない。こんな強い男見た。六道君、あなたの強さに比べ鼻くそ以下よ。わ、術だ。強さに恋心を抱くヤシアさんは僕を強い男だと勘違いしている。やっぱり鬼島にいる女の手紙なんか受け取りたく。しやがって。強い男は好きだけど、強い女はヘドが出る。愛を込めた果たし状を渡すから。